もこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうね。はい、今日はお知らせ動画でございます。何のお知らせかと言いますと、はい、我々ですね、はい、月曜日毎週お昼にですね、はい、メインパーソナリティとして、はい、ラジオ感覚的な生配信をね、うん、占い TV というプラットフォームでやらせていただいてるんですけれども、はい、なんとその占い TV さんが運営する占いフェスティバルというイベントに出演させていただくことになりました。よウェイ、ありがとうございます。これも皆さんのいつも応援してくれてってる皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。感謝ですよ、本当にね。で、一応ですね、詳細はこの動画の概要欄に載せておきますので、うん、ぜひ見てみてください。まず2018年1月の6日、7日、8日のこの3連休、うん、成人の日を含むこの3連休でやるんですけれども、うん、僕らが出るのは6日です。6だよ。そう、初日の6日の土曜日6、うん、の、うん、お昼の3時から15時だよ。はい、でなんで言い直してんの。もう15時から15時ね。15時から6の15日15日はいいんだから。6日の15日じゃないから。6の15時だよ。15時だから、うん、はい。で、一応場所は六本木ヒルズアリーナ、うん、ヒルズって書いてあります。だから、うん、まあ六本木ですね、メインとしては。ヒルズ族になれるわけだ。ヒルズ族は住んでる人しかなれないので、なれません。残念ながら。なれない。そこは君もなれない。なれない。なれないです。でね、一応ね、僕らもそのなんかどんな感じかっていうのまだ全ては把握しきれてないんでわかんないんですけど、いや、めちゃくちゃ占ってくれるみたいです。ざっくりしてんな。めちゃくちゃ占ってくれる祭りです。だから本当になんかブースがいっぱいあって、うん、でそこにな、例えばこういう占い師さん、うん、こういう占い師、例えば手相占い師さんとか、例えば、まあ、名前占い師とかいいのかな、うんうんうん、でもそういう感じで本当にまず新年の最初に開運しちゃおうぜみたいなイベントで、うん、ね、その運気を上げようぜみたいなイベント、はいはいはい、一応入場無料っす。あ、入場は無料なんだ、うん、ただその占いとかに1回いくらとかかかったりするパターンらしいですね。10万ぐらいかもかな。たっき誰も来ないよお前。そんなイベント呼ぶな俺ら、逆に申し訳ないってか、俺らそんなに10万払ってまで見せれるもんねえよ俺ら。そうか、入場無料ね。入場無料なんで。入場は無料、はい、で僕らがちょっと何をやるかっていうのはまだね、ちょっとまだ分かってないんですけど、どこに出るかも決まってない。決まってないっす。もしかしたら、そう、決まってるから。もしね、うん、本当に、うん、仮にステージに俺らが出てなんかトークするんだとしたら、うん、メンツやばいっすよ。そこだったんでしょ。だったそう。これ勝手な妄想の話、ね、妄想なしで、これからは分かんないですから。妄想なし、妄想です。今から話すことは妄想なんですけど。妄想ね。一応ステージのところ今見ますと、うん、まずですね、斜め45度さん、芸人さん、芸人さん、あとキングコング西野さん、やばいじゃん。あと俺らが3時から出て3時半までって言われてるんですよ、うん、で3時半からは橋本まなみさん、芸能人、芸能人しかいねえじゃん。ラスト大の字さん、やべえな。いやだから違うステージなんじゃないかと俺らは思って、いやさすがにここに俺らが、なんであいつはないんだ、あいつは誰ってなっちゃうから、ね、分かんないですけど、一応まあそんな方々とかも一応出るみたいな感じ。なるほど、すごいね。すごい、結構すごいイベントみたいですね。なるほど、あれありがたいですね、本当にこれ出させてもらうとか、うん、あ、延べ300名の占い師さんが来るらしい。あ、すごいな。そのうちの一人が俺らだ。いや、俺ら占い師として呼ばれてんの。そうです、そうです。ゼロだよ知識。まあ一応あの勘占いっていうのができるんだ。それはね、勘占いじゃなくてそれ勘です。それ占いってんじゃなくて、勘占いっていうのができる。あの占いメインしたんです。違うの、勘ですから。あ、そう、占いっぽい勘だから。今年はね、君いけると思う。ざっくりだし、結果もざっくりだし、いけるいけないの、いけるかいけないから。違う違う、そんなわけないでしょ。あ、すごいね、本当にいろんな占い師さんがいて占ってみられるみたいです、ね、本当だ、すげえ。これ普通に行ってみたいな。うん、なんか一回500円とかなのかな、ちょっとわかんないですけど、料金がね、その占い師さん、うん、あ、一回500円で占いって、本当だ、あれ安いじゃん。あ、すごい、10万に比べたらだいぶ安い。10万だけねえんだよ。10万だけねえんだよ。はい、そんなわけなんで、気になった方はぜひ詳細見てみてください。僕らが、はい、お願いします。6日の3時です。6度15時、はい、3時だよ。ずっとこうやってやってるけどさ、うん、向こうから見たら多分それ51だから。そう、ずっと言おうかな、言おうかなと思ったけど、まあいっかって。俺にとっては15なんだけど。そうです、君にとって15、みんなとって51だから。こうじゃないからやった。そうです。というわけで六本木向かってください。はい、さーす。はい、その辺でした。はい、今日はもう一本動画が上がってます。多分それもまたプレゼントの発表とかになっちゃうんで、今日は、はい、そのメイン系ではないですけど、ゆるっと見てください。ゆるっと見てください。よろしくお願いします。また見てね、6日来てね、またね。良いお年を。お年を。はい、まだメリークリスマス。飾りちょっと変えなきゃ。